テオアンゲノプロスこと、テオドロスアンゲノプロスは、ギリシャアテネ出身の映画監督。1935年、アテネで生まれ、子供の頃に、第二次世界大戦や1940年代、後半の国内の政常不安を体験。アテネ大学法学部を卒業後、兵役を経て、フランスのソルボンヌ大学、高等映画学院に留学。帰国後は、 映画雑誌で批評活動を4年間展開した後、1968年に短編ドキュメンタリー映画放送を自主制作して映画監督としてデビュー。1970年に初の長編作品再現を監督した後、ギリシャの現代史を題材にした三部作、1936年の日々旅芸人の記録カリウドを発表し、世界的な名声を獲得する。 1980年にアレクサンダー大王でベネツヤア国際映画祭審査員特別賞を1988年に霧の中の風景でベネツヤア国際映画祭銀次師匠を1995年にユリシーズの瞳でカンヌ国際映画祭審査員特別賞を1998年に永遠と一日でカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞 20世紀3部作の第一部エレニの旅においては舞台をバルカン半島以外にも広げ新たなる展開を示した20世紀3部作は当初トリロジアという題名の一本の長編となる予定であったが上映時間が膨大になりすぎるため3部作として制作されることとなったという2009年に第2部エレニの帰境を発表第3部 ザーザーシーの撮影中だった2012年1月24日、アテネ郊外のトンネル内でオートバイに跳ねられて頭を強打し、運ばれた先の病院で死亡した。去年76。ありがとうございます。